私はそれぐらい取りました。そして次郎がものすごい、まあ、物資面でですね援助しました。竹原さんは全部手弁当ですから1円も使ってません。そしてメディアがあることないこと、あることならいいんです、ないことまで大きく毎日4段5段です。竹原批判、竹原さんのやってることに国会議員が賛同して竹原さんが主張を続けてくれるならば雇用のことで考えも作りましょう。300人ぐらいの雇用が生まれることが話が内定したんです。竹原さんはそれ言わないんです。そんなことで選挙に私が出たら300人の雇用が生まれますなんて言わないんです。一切彼は。それは阿久根市民が自分の町の政治は自分でやらなきゃいけない。市長に竹原さん頑張ってくれたらいけない、自分たちが頑張らなきゃいけないという王道から言ったわけです。そしたら相手方は老人ホームで名前もよく書かないそういう人をどんどんタクシーで連れていくわけですね。お金があります。そしてそこに相手の候補の名前の書いた紙切れを持たして何十人と送っていくわけですよ。それを総務課長の大川さんが 何本か取り上げたりもしたんですが、とにかくそういう字も書けない人たちをどんどん連れていく人海作戦です。まあ、その結果864の差で負けました。私は、まあ、西田君が登庁した日に解任されましたけど、そして市長とマスコミが公まで握手するんです。メディアが何て言ったか知ってますかね。俺たちが竹原落としたんだぜ、それが阿久根の現実なんです。もちろん上野のシャープ社がそこまで腐ってるとは言いません、知りませんから。だけどここはいろんな問題で、まあ、大物さんが告発もしてます。秘書になれば職員の言うことで、はいはい分かりましたと言って印鑑さえ押せば秘書は長い間続けられるんです。75万円の給料ももらえるんです。それを市民のために頑張ったら失職するんです。私は市役所に行って本当に7時半から夜の11時まで無給で頑張りました。しかしどうあれ市民が選んだ新しい市長です。もう阿久根のことあの字も出ません。世間一般では東京からメディアも来ません。阿久根をなお一層寂れていってます。だから来年1月に逆リコールで竹原さんは市長にまた返り咲くんです。東京都知事も出てくれと言っていろんな大きな政党からも来てます。ちょっと本人が瀬尾さん東京都知事出ようかなんか言ってましたけど、まあ、出てもその通るはずもないんで、あの供託金300万でですね600万票の1割60万票取らなければ300万円没収なんですね。ポスターの掲示箇所1万箇所です。そこは危ないから言ってやれんでしょう。だけどオファーは来てます。それは日本が潰れるのが間違いないから。私は警察に長いとって警察が腐敗してるのを知ってます。冤罪の作り方も知ってます。市役所入ってわずか半年ですが彼らの実態も知りました。竹原さんの言葉は非常に難しい言葉を言います。私は凡人ですから彼は非凡なんです。ですから時々凡人の私含めて凡人の皆さんは竹原さんの言ってることが理解できない方が場合があります。それは凡人と非凡の差なんです。
それはですね、本物なんですから。自分の給料を半分下げてでも、あれ5人子供いますけど、子供と遊ぶ時間が全くない。市役所に泊まり込んででも彼は市民のために汗をかいてました。絶対に談合、いろんな公共事業一切やらせません。最低価格をオープンにして全部抽選です。それがいいとは言いません。だけどそれ以外に談合を止める方法はないんです。本当に見事な主張でした。私は彼とちょっと年齢10違うんですけども、私がすることを彼は一度もノーと言ったことはありません。懲戒免職の職員になって私が返せと言ったら、本人は嫌ですけど、いや瀬間さんが言うならどうぞということで返しました。その職員の皆さんどういうことをしていたか。市役所職員の採用試験、市長に触らさないんですよ。面接でじゃあ私が、市長が、竹原さんがじゃあ面接出ようかねって、あなたを出てもらったら困る、私が決めるんだ、職員が決めるんだ、市長は印鑑を押せばいいんだ、公言する職員ですよ皆さん。そしてそれを張り紙を剥がしたことで、剥がすなと言ったのに剥がしたので懲戒免職しました。公営委員会も全て職員 OB です。選挙事務所、選挙管理委員会も職員 OB が過半数占めています。何やっても全て職員のための判断しかします。私が先ほど竹原さんがフィリピン難民と言いました。私はこの目とこの耳を疑ったことがたくさんあふれてありました。その一つは選挙です。選挙は鍵を二つつけて入り口に一つ、三つつけない件という規定があります。ところが一つしかつけない。その鍵も箱の横に置いている、封印をしている印鑑も横に置いている、鍵のかからないところへそれを置くんです。で、私のところへ電話がかかりました。瀬山さんは警察出身だから勇気を出して言います。阿久根市役所の選挙管理委員会は期日前投票は全て開けて中の票を操作します。ですから鍵は2つつけて、絶対にその鍵を選挙管理委員会に渡したらダメですということを匿名で電話が入りました。皆さん、そんなことをする市もあるんですよ。多分あの方の役場はそんなことなかったと思いますけど、それが皆さん悪の現実なんです。で、大河原さんに総務課長になってもらって鍵を2つつけて、相当反対がありました。なぜつけるんだと。逆に大河原さんが鍵を3つつけていけない、いけない理由は何かと言ったら、選挙管理委員会は黙りました。ですから大河原さんが総務課長で来てからの選挙はフェアです。だけどその時もすでに半分期日前投票が終わってました。全部で1万5000のうち4000ぐらいがもうすでに何らか手が加えられたというふうに思わざるを得ない状態でした。ですから私も竹原さんも自分のためには何一つ言ってません。竹原さんの言ってることを実態を知らないという批判するのも結構です。日本人1億2千万のうち半分の方が理解を求める、そんなことは無理です。だけど自分の住んでいるこの町、魚沼市が今どういう実態か、大門さんのように市長や議員がやっている不正を堂々と追及する、そういうことをする人は組織から排除される。それを排除していいのか、こういう人に頑張ってもらうのがいいんじゃないかと、いろんな意見があります。それは皆さんのお考えです。皆さんの町です。ただ私とその竹原さんが何の縁もゆかりもないのに
この私の本を竹谷さんが見て、そして突然私に電話がかかってきたんです。すみませんお会いしたいと。これは去年の5月でした。芸能群馬県警の大川さんの支援に僕は群馬県行っている時に連絡があった。あ、なんであの悪者の市長会と思って会ったんですね。私は薬剤を用と仕事するのが当たり前でしたから。お母さんちょっと会いたいんだよって薬剤が来たらお互い一度どこどこ今回と。右翼が外線が並べてきたら夜間資源を落としませんかと言って話するのが仕事でした。だからどんなに悪いという報道されておっても私は報道を全て信用してませんから。だから会ったんです。会った時ですね、実は私あのネクタイはですね、自分で唯一あのデータをイギリスのバーバリーというネクタイだけしかしないんですが、彼がですね群馬だった時にぶっさいくなネクタイしてきましてね、で秘書は実はあのメイヤーって言いますね英語 で副秘書はバイスメイヤーって言うんですが、あなたメイヤーだろ、そんなネクタイしてるもね、ここにこんなことタイピングをですねつけてですね、こんなにいかないんです。で上の方が短いぐらいなんです。ほんで私それでね、いきなり会った瞬間ですね、メイヤーたるもんがそんなダサいそのネクタイしたらダメだよと言ったらですね、なんと皆さん喫茶店だったんですが、初めて彼はネクタイ外しましたね、履き直しましたよ。そしてタイピング外して上の方長くしてですね、すいませんこれでいいですかって言うんです。私それ見た時にね、なんと素直な青年だよと思いました。それから4時間話しました。その時に大川さんもいたんですけど、私その時に竹原さん見てね、一瞬思いました。彼は絶対逮捕される、下手すら命を取られる。こんなまともな市長は全国800人市長いますからね。今河村さんも名古屋で立派な市長です。私も河村さんと知り合いで何度かお会いした話もしたことあるしですね、河村さんが今度税金新党立ち上げますからそこから出てくれというふうに言われてますけど、いろんな立派な市長がいます。だけど竹原さんほど徹底した市長は日本の国をと思ったら困るんです。官僚から見て、国会議員から見て、県知事から見て、だから抹殺されると思いました。だけど私は愛媛県の元警官、全国講演案件してですね、私1時間の講演皆さん30万円ですよ。映画ができたら私のところで数千万です。そんな生活してる人間がですね、竹原さんがどうなろうと他人事です。初めて会った人ですしね、まあ素直な人間では分かったけど心配はしました。どうしようもないんです。で愛媛に帰りました。彼は船に帰りました。携帯電話だけ番号やり取りして、そしたら2つ以降に突然電話がかかってきて、突然で電話がかかってきました。何と言ったら、すいません悪年の副省に行ってくれませんかと。たった1回しか会ってないんですよ。だからそんな大事な話電話であかんとか思わせてましてよ。この電話でも登場されてますから、じゃあまた会おうということでまた関東でですねお会いした。その時に大桃さんも同席したんです。一家未満で、大桃さんはすいません開けに行くべきだと。2万3年ぐらいの新幹線も止まらない、特急列車もない、高速道路もない、陸のことをと言われてるんですね。鹿児島空港からでも2時間かかり、そして高速道路で1時間半もかかるようなんですね。そんな辺やとこへこれはいけんぞと思ってですね、思っとったんだけど、大桃さんからすいません行け行け言われてですね、そしてまあ悪年行って、で悪年行くといろんな方がすいません来てくださいということを言ってですね、で僕は条件を2つ出した、まあ、給料の関係としたいことをすると。それでまあ竹田さんが OK したんでですね、まあ行ったわけです。だけどまあ、選挙を落ちれば平らの人というのが日本のまあ通説ですけど、テレビ東京だって落ちた人を呼ぶんですね。ということは日本が今危機的な状態にあるということで、竹原慎一という男はですね、日本にとってはどうしても必要だということは政党も分かってます。ですから、まあ、鹿児島県の現地にも出てくれとかなりオファーがあります。ですが
彼はちょっとその言葉がですね、私は凡人から見て分からないようなことを言う時がありますから、私がそばにいて、そしてその私は凡人で分かることを、まあ、少しでもフォローできたらいいなという気持ちだけで、私は悪念におりますし、これからも竹原千葉というこのコンビはですね、どちらかが自分の信念をこうぶれるまではずっと一緒に行動します。先ほどマイクを持ってこう言った女性が師匠の妹さんなんですね。ですから、市長はやはり妹さんとワンペアでもあり、私とスリーカードということでですね、いつも3人で行動してますけど、この魚沼のですね、実は1年、まあ、10ヶ月後の市長選挙は注目してます。ちょうどその頃に鹿児島県の県知事選挙もあるんです。魚沼が 大桃さんが市長でも出ればいいなというふうに、私は彼と去年からの付き合いですけど、やっぱり彼はまっすぐです。本当に不正を正そうという気持ちが大門さん、私の知る範囲は彼は持っています。どうか皆さん、まあ、警察の裏金作りは話すれば5時間あっても足りません。だけどそういう問題も含めてですね、行政の問題も含めて、皆さんがそろそろ目覚めて、日本の実際のこの在り方、現実をですね、知って、そして自分の国です、自分の町です、破綻しないように、私はもうそろそろすべきでないかというような気持ちを持っています。まあ、今回、こういうことで大沼へ初めてこう来まして、そして雪が、もう四国は雪が降りませんから、4メーターもあるところでよく生きているなというような気持ちを実感しています。ですから私はちょっとですね、ここで生活すると言われたらちょっとギブアップするぐらい雪が多いんでですね、ちょっと理解に苦しみますが、皆さんは本当にこういう厳しい自然の中で数万人の方が住まれてますから、すごいなと思いますけど、どうか魚沼の市長選挙にですね、もしそういう大門さんという方が立候補でもして、おお、立候補するの？まだない、それは分かんないです。もしそうあれば、私と竹原さんがまた応援に駆けつけます。どうかこれからまた質問タイムも入りますけど、そういうことで来ました。どうも決まりました。どうもありがとうございました。ちょっと休憩入れますから。ちょっと話が脱線して、市長選なんてそんな気はありません。瀬場さん、ありがとうございました。ですね、また段取り替えてですね、言うこと聞かないんですから、また変わってきちゃって、ね、申し訳ありません。まあ、瀬場さんのお話聞きますとね、私伊勢崎で初めて聞いた時、こんなことが本当にあるのかなと思っていましたけども、まあ何回も話を聞いたり、市役所の中を見たりとかいろんなことしますとですね、確かにそうだなと思います。それでまあいろんな方とお話聞きますとですね、先ほどの方みたいに、いや悪い人もいるけどいい人がいっぱいいるんだよと、一生懸命やってる人いっぱいいるんだよって言うんですが、本当は逆なんですね。一生懸命やってる人はほとんどいません。砂浜でダイヤモンド探すようなもんです。たまに見つけますけど、それちらっと光りますけどね、そんな人ほとんどいませんから、いないもんだと思っていた方が非常に気持ちも楽です。そう思えば皆さん、その市役所何やってんだみたいなことでね、怒るようなことはありませんから。私も議会や市役所行ってもね、あまり怒る気にはなりません。なんでまあ認識が違うと、そういうことになると思います。まあ先輩さんはこれからも正義の人としていろんなことを発信していただけると思います。ちょっと2人続けてやったら長くなりましたので、ここで5分だけ休憩させていただきます。トイレ行かれる方はどうぞ。次はちょっと趣向を変えて2人上がってもらって、お話しさせていただきます。よろしくお願いします。